おっさんハイボールクラブへようこそ。2022年年忘れ福袋開封企画パート2。はい、どうも。福袋企画をハイボールクラブへようこそ。ウィスカー。スノーチェス。皆さんいかがお過ごしでしょうか。年末もいよいよ差し迫ってまいりましたね。2022年ももうすぐ終わりです。今回は年忘れ福袋開封企画パート2ということでお送りいたします。前回パート1では残念ながらランベイランベイだったわけですけれども、いやまあね、ここまで、まあ、ランベイまさかの2本連続ということでですね、いやこうなかなかきつい感じの立ち上がりだったわけですけれども、いやいや、まあそこはね、こう、ここで一発ね、やっぱりそう、ここで一発よ、やってやろうじゃないかというところで、今回もですね、この税込み4400円のくじ、2本用意いたしました。こちらの中身はですね、特徴が山崎リミテッドエディション2022、響きブロッサムハーモニー2022、そして山崎12年、白州12年、一等が響きジャパニーズハーモニー、二等が山崎ノンエイジ、白州ノンエイジ、竹鶴ピュアモルトとなっています。そして二等は以下の商品となっています。まあね、前回ランベイランベイと来たわけで、ランベイは以下の商品ですよね。なのでここはですね、皆さんの期待を大いに裏切る形でね、特徴を聞いてやろうかなというところで開封に移っていきたいと思います。では早速開封に移りたいと思います。まずは皆さんから見て前回同様右側のボックスからいきたいと思います。何が出るのか、まずは手応え。お、また背が低いな。で、箱ではなさそうなんですか。いや、でもなんかふさ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 言ってるよ。これ箱じゃないんじゃない。細長いタイプではなさそうなんですよね。細長くはなさそう。なんかちょっとね、そんなに隙間はなさそうな感じ、うん、ただね、こうさすがにもうランベはねえだろうっていうところで、確かにそれだけは避けたいですね。それだけは避けたいね。ランベ以外なら何でもいいですし、そう、ランベ以外なら何でもいい。最悪、そう、そこ、南米以外なら何でもいい。とりあえずまずはダブリは避けたいところ、うん、では早速開封に移っていきたいと思います。まずは原封シール確認。はい、しっかりねあります。では開封します。はい、さあ手を入れてみてどうなのか。別に紙とかがあるわけで、紙ない、紙ない。そして、あ、なんか前回と同じ流れですけど、見たことがあるプチプチだね。特徴聞きましょう。特徴だね。特徴、裸の12年とかありえるじゃないですか。裸の12年いいね。裸の12年行ってみたいね。では行きましょうか。シェイプはどうですか。シェイプ響きではないね。そして背が低い。さあどうなのか行ってみましょうか。1本目、はい、はい、では3、2、1、ドン。カフロさあさあまたまたランベだ3本目3本目です。赤字やん。気持ち的には大大赤、もう大赤字です。大大赤字やん。3本目同じボトル3本いらんやろっていうところでね、ランベイいいウイスキーなんですけどねそれ前回も言いましたいいウイスキーなんだけど京都に出して次に行かないと。全国の皆さん、ランベイはいいウイスキーです。ランベイの動画ね、撮らないといけませんね。まあまあ、3本目、我々の動画初じゃないですかね。3本連続、はい、ランベイ、ランベイ
まあ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 、プランキープランキープランキー、まだもう一本あるよ、大丈夫大丈夫、さすがに4本連続ラウンドではないよねっていうところで、皆さんお待ちかね、皆さんから見て左側の福袋めっちゃ笑うねっていうところでね、人の不幸は蜜の味、早速開封の前にちょっとなんだろう、あでもちょっとさっきより高さがある感じ、ちょっと背が高いかもしれない、うん、じゃあランベイではなさそうなんですか、ランベイではなさそう、え、いやもうこれでランベイやったら体にショックやねんけど、どうなんでしょうね実際のところね、開封していきますか、とりあえずちょっとドキドキやね、4本目来るかっていうところでね、では実際に皆さんにもう一度、はい、原封シール見せて手を入れてみて、あ、お、背が高いよ、で裸ですか、裸だね、とりあえずランベイではないおめでとうございます全国の皆さん、ランベイではないですよ、ついにランベイじゃないものが出てきます、いやここまでねずっとランベイランベイランベイと来たわけですけれども、皆さんここで心の準備はできているんでしょうか、ランベイではございません、やっと来たランベイではないボトル、最後何かな、ちょっと手を突っ込んでみましょう、プチプチだね、裸だ、いやもうドキドキしてるよ、ランベイじゃない、なんかねプチプチに包んだ、あプチ、あれ、あプチプチ出てきました、あれ、あでもなんか、いや一緒だよほらそっちの方がなんか大きい、いや一緒、いや全く一緒いやもうっていういやいやもう大丈夫だろう、シェイプ見てみます、シェイプを見ます、あ膨らみがあります、お膨らみがありますよ、ってことはサントリーシェイプだ、お、これも期待大ですね、お、しかもねちょっと皆さん、あのフィルムじゃない鈴だ、鈴シールだ、いきますか、来ましたよ、さあ心の準備はできていますか、3本からの心の準備いいですか、 3,2,1 ドン、おめでとうございます、来ました、来ました、山崎12円でございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ランベイランベイランベイからの山崎12円、いやこれで特賞じゃなかったないやもうやばかったですね、やばかったですよね、最後の最後でなんとか結果が出た感じですかね、ちょっと嬉しいなと思いますね、これは偽造防止シールがついている、割と最近のタイプですね、今年製造のやつですね、うん、なんとか結果出たよね、そうですね、いやとりあえず年末の4000円福袋は以上ですよね、はい以上なんで、まあなんていうんですか、一勝3敗結局赤字やんっていう、でも当たりやんですよ、はい、山崎12年ですよ、これが出ればもうバンバンザですね、ねえ、だって、まあ、4,400円×4は17,600円、はい17,600円ってことは6600円でランベ3本考えたら、ああ1本2200円、まあ、ポジティブ、いやこれが1万2000円なんで、ポジティブ、すごい超ポジティブ、ポジティブですね、いやもう個人的にはね、このランベイは、ね、多分一生忘れられないんじゃないかなっていうところで、皆さんもね、ここまでの流れで、ランベイ、ランベイ、ランベイと来て、いやいやいや、モッサンどうしちまったんだいっていうところだったと思うんですよね。で、からの、こちら山崎12年で大逆転勝利ですよ。やってやります。いや、まあでもね、正直なところ、これで終わりではないんですよ。福袋中毒者としては一本売りの福袋が一旦終わりということで、ここからは2本入りの方にシフトしていくんですかね、ですね、残り2回、残りまだ2回あります、いやいやいや、まだまだね続く福袋の旅、年末は福袋でガンガン攻めたいと思うんでよろしくお願いします、というわけで、こちらですね、今回は無事なんとか帳尻があったかなというところですけれども、まあ、最終的にはね
まだ赤字案ですので、ここから巻き返していきたいと思います。モッサンハイボールクラブでした。